どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回はですね、またもや令和シリーズということで、令和のクジャクマイやっていきたいと思います。ハーピー要素があまりにも薄いです。すいません、ちょっと言い訳させてください。ハーピーで出てき組んだんですよ。真面目に組んだんですけど、あまりにも弱い。さすがにきつい。まあ羽吹雪とかあれば別なんですけど、あとゴッドバードアタックとかさすがに弱い。ちょっとね、新しいペットの力を借りるしかねえっていう話になりまして、まあ、新しいペット紹介します。ハーピーのハーピーズペットアスカロンです。ハーピーズペットアスカロンがね、やっぱり、ね、すげえ強いんですよ。これ新キャラなんですけど、ハーピーデッキのやっぱね、そもそもなんですけども、 OCG の方にもちゃんとハーピードラグニティっていうデッキはあるんで、存在してるんで、相性はそもそもいいんですよ。もちろん鳥獣族っていうことでね、ハーピーとドラグニティが、だからまあこの辺のシナジーをかませるためにですね、まあハーピーダンサーは結構ハーピーの狩り場を張っていくと結構強くてですね、召喚してハーピーの狩り場でこう割って、相手の魔法トラップ割って、でさらにこいつ効果でもう一回自分の手札に戻して、もう一回その手札から風属性を特殊ができるっていう効果あるんで、これでもう一回そのハッピーダンスを出してもできるんですよ。まあ、結構こういうのが強いんだけども、まあ、このギミックをメインにしつつ、そのスワローズネストっていう最強カードがありまして、これ鳥獣族モンスターのマスクチェンジみたいな、まあ、マスクでもないな、そのデッキからリクルートできるんですよ。リリースしたモンスター、鳥獣族モンスターと同じレベルの鳥獣族をデッキから特殊ができるということで、ハーピー出して相手のバック割って、で2枚割って、その後にスワローズネスト打つと、そのダンサーがセナートに変身できるんで、でこれでセナートの効果使って、そのいつものドラグニティムーブをしていくっていうことができるんですよね。アスカロンまでつなげるっていう、バルーチャからのアスカロンっていう動きにつなげるっていう、これができるから結構強い。まあ正直普通のドラグニティでええやんけっていう意見は聞こえてきてるけど、聞こえてないふりしてる今俺。はい。で、あと局所打てばええやんっていう意見も聞こえないふりをしています、ね、私は。はい。というわけで、早速ですね、新しいね、ネオニューハーピーズペットドラゴンをね、使って、落選やっていきたいと思います。デュエルスタンバイ、私の手札を見せてあげるわ。さあお相手の方、スキルホリ中山崎アンさん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、こいつはあれですね、やっぱマサキアンさん使ってると負けたくなっちゃうんで、やっぱ良くないですね。負けてサイバーダッカーオンケー、負けてなんかその負け姿を見たくなっちゃうんで、やっぱりダメですね。そのランク戦とかには向きませんね。負けたくなっちゃうっていう、なんかその男の差がみたいなのがあるんで、それが大変ですね。さあお相手の方、エッジ出さないパティン、これ局所打てって話あるじゃないですか。僕ね、こっから行くんですよ。俺こっから行くから局所打たねえから俺。局所的ハリケーンとかいうカードに、おーいや、いける、局所的ハリケーンとかいう挨拶俺に頼ってないから俺。ハーピーダンサー特殊、召喚でハーピーのカリバル効果でバリーン、あ、結集感、なるほど。これがですね、局所的ハリケーンに頼らずに強引にハーピーレディを活躍させる強引実況者。ドラグニティセナートの効果、セナート捨てて、クーゼ装備解除して特殊召喚していく。さあこれが新たなるハーピーズペットドラゴンだ。いくぜ、シンクロ召喚。これハーピーズペットドラゴンって言い張ってるの結構やばくない？でドラグニティバルチャーの効果を発動、そしてドラグニティクーゼの効果、自身を特殊召喚、さらにドラグニティアームズミステルを特殊召喚し、ミステルの効果も発動、墓地のクーゼを装備して、さらに装備を解除し特殊召喚、そしてレベル4にするか、レベル4のドラグニティクーゼでシンクロ召喚現れよ
ネオニューハーピーズペットアスカロン。ハーピーズペットアスカロンの効果を発動。墓地のハーピーモンスターを除外し、アイドルフィールドのカードを除外していく。そして挨拶していく。最後に暇やから挨拶してバトル。おい、新ハーピーデッキ強い。さあ、お相手の方絶対運命力。なるほど、デスペラードパイセンですかね。とするとちょっとパイセンはまあ、あの除外に耐性ないんで、あんまり耐性っていうか、まあ除外しちゃえばいいんで全然いける気がするんごね。なるほど、1伏せはセナートか、セナート、なるほど。1回ダンサー召喚して様子見ましょう。でその伏せカードを破壊させていただきたい。さあ、それは何ですか。ヘッドジャッジング、え、使えばいいのに。ヘッドジャッジング、あ、でも使わない、使えないか。使えねえかった、別に使えねえや、あれあれモンスター効果じゃねえもんこれ。でセナート効果、ミスティル捨てて、クーゼからのクーゼ特殊召喚、はい、でバルーチャー、もうハーピー要素ないんだよな。初手でしかハーピー要素ないんだよなこのデッキ。バルーチャーの効果発動で、これ装備しておいて、はい、で、はい、クーゼ解除。おかしいな、おかしいんだよなこれ。初手以外ハーピー要素、もうハーピー要素ゼロなんだよな。はい、はい、で、はい、これでもう一回アスカロンで銃作って、はい、ねえ、アスカロン出していく。よいしょ。さあ、ハーピーズペットアスカロンに、の効果を発動して、ドラグリーン T カードを1枚除外し、てめえのモンスターは除外させてもらおう。メスペラーとか出せなくて残念だったな。まあ、一応もう一体出すぞ。ドラグリーン T の真相の効果によって、クーゼがもう一体出てきて、さあ、ペットドラゴン2体目だ。強すぎるぞ。強すぎるぞ。なんだこのハーピーデッキは。メオニューハーピーデッキ最強か。なんかテンパラスなんかあんのかな。メイカイ対戦ありがとうございました。これハーピーデッキって言い張ったら俺叩かれるかな。さあ、お相手の方ゾウのうん、ゾウのうち、さあ行くわよゾウのうち。あー、やばい、事故った。レッドアイズインサイト、オッケー。あ、これはでも熱い試合や。ハーピー VS レッドアイズっていう超激アツな試合や。レッドアイズフィッシュ、オッケー。いいね、城之内。行くわ、城之内。絶対に、あんただけには負けない。あんただけには負けない。ガーディアンの力、オッケー。まあ、でも、一回、これは、これ、まあ、デッキトップによるな。デッキトップ、クーゼか。クーゼか、まあ、クーゼもワンチャンあるな。これ人掛けクーゼ召喚するしかないね。人掛けクーゼ召喚するしかなくて、伏せカードなんだろうな、なんか蘇生カードかなんかなんじゃないかな多分。だから多分ね、なんとかなりそうな気するんだよね俺。でミスティル蘇生だったら多分、ね、いけると思う。そのどこまでいくか分かんないけど、要はアスカロン破壊されるとバルーチャが出せるんですよ。だから多分、ね、カバーできるんですよね。で、クーゼ。で、これはだから効果を打たせに行くしかないかなって感じするよね。だから。これ、アスカロン出しに行って、アスカロン効果で特殊召喚して、アスカロン効果に、レッドアイズスラッシュドラゴンの効果当てられて破壊されて、アスカロン効果でバルーチャ出すっていうループが多分できるから。まあ、一応2枚あるんでちょっと つけといて、2枚あるんでつけといて、で真相効果でクーゼ装備で、さらにクーゼの装備は解除してもいいか、解除して、で一応1体出しといて、でアスカロン効果、ここで
破壊、対処取ったんで無効にされて、あ違った、ネクロフュージョン、ネクロフュージョン、はは、何がいるんだ、バスターブレイだ、あなるほど。